わお。はい、来ました。YouTube の皆さん、どうも上白です。はい、てなわけで今日早速なんですけど、第2回パン祭り。はい、はい、僕パンがめちゃめちゃ好きなんで、今日もパン祭りみたいなのやっていきたいんですけど、ローソン、僕コンビニの中でローソンが一番好きなんですけど、ローソンのパンを、ま、パン祭りしたかったんだけども、コンビニのパンとかコンビニのスイーツってたくさんいろんな人がやるんですよ。だからね、ありふれちゃってるみたいな、あ、それ見たことあるし、それなんだったら食べてることあるし、聞いたことあるよみたいな。なんで今日はお近くのスーパーのパンです。はっ、そういう味なんだみたいな感じで食べていきたい。美味しそう。てなわけで今日はスーパーじゃなくてパン祭り行ってきます。はい、行ってきます。はい、てなわけでこのゴツたちが今日食べるパンたちなんですけど、これね、絶対美味しい。先に言っときます。美味しくないわけがない、そんなはずがないです。順番にご紹介。一つ目こちら、これ結構知ってる人多いと思うんですけど、スイートプールプール、あの小学校の頃かぶる帽子みたいな感じで、こちらのお値段はまあ100円ぐらいで買えまして、めちゃくちゃでかい。カロリーが510キロカロリーです。僕これ大好きだ。次こちら、パッケージ見たことある方いると思うんですけど、銀チョコロールっていうパン、美味しいよこれ。これも100円ぐらいで買えて、カロリーがなんと412キロカロリー。次こちら、普段僕絶対買わないし食べないよねっていう感じなんですけど、久々ソーセージ食べたいなと思って、低糖質パンソーセージパン、こちらのカロリー316キロカロリー。これもチラシの商品みたいな感じで100円でした。その次こちら、スフレチーズケーキ。最近チーズケーキにハマりつつあって、こちらも100円ぐらいだったかな、本日のチラシで。で、284キロカロリーです。最後です、こちらメロンスティックのバター。これも100円ぐらい、カロリーが428キロカロリー以上。てなわけで全部出して早速食べていきたいと思います。はい、よいしょー。てなわけで一回記念撮影入ります。失礼します。はい、ありがとうございます。いただきます。君ちょっと失礼して、ちょっと下だな、君もうちょっと上お願いします。ではどれからいただきましょうか。一番気になってるやつから言っていいですか。こちら、シャキーンメロンバタースティック、いただきます。めっちゃすごいわこれ。見てもらいたいんですけど、失礼して、このさ、上の部分がめちゃめちゃトロトロに溶けてるじゃないですか。しっとりてるてるって感じ、優しい。メロンがギトッとした感じ、めっちゃ濃いのかなと思うじゃないですか。違います。バターが自己紹介してるんじゃないかっていうぐらい、バターですってきます。成功です。次こちら、めっちゃ久々ですよソーセージパン。これマヨネーズかなチーズかな、ちょっとどっちかわかんないんだけどさ、工事現場で作業してたら自分も埋まっちゃったみたいな感じで、いただきます。あ、ソーセージうん、これ美味しいわ。パリッとしたソーセージがまあ本当は良かったんだけど、このしおれた感じ、おじいちゃんのソーセージみたいな感じで悪くない。70年ものみたいな感じで、うん、美味しい。これチーズでした、ソーセージチーズ、最高。こちらボンジュールっていう感じで、さっきも言いましたけど、僕大好きなんで、これ大好きなんで、はい、初めましての方にご挨拶失礼します。どこまで行っちゃうの。
中にはなんと何も入ってません。だがそれがいい。大きさの割にすんごい優しいんです。外がめっちゃしっかりしてて、中ふんわりで、ほのかに甘みのあるパン生地って感じで、この大きさだからなんですけど、ずっと同じ味だと無理なんだよねっていう人には向かない。僕みたいに、いや、いつでもいつまでも同じ味で平気ですよ、好きですから。次はこちらです。なんか一人だけパッケージがめっちゃお上品だったスフレのチーズケーキ。なんていうのこの感じ、なんていうのこれ、焦がしたプリン。いただきます。いつまでも嗅いでたい。あー、グッドスメル。シャリシャリ、超美味しい。味めっちゃお上品で、上やっぱりなんか炙ったのか何なのか分かんないけど、シャリシャリ甘い蒸しパンみたいでふわしゅやしゅ、素晴らしいわ。多分ね、20個食べれる。ごめんなさい。チーズ結構ね、後からチーズが来るんで5分が限界かな。こいつだ。ちょっと長くなった黒板消しみたいな形をしているんですけど、僕がちっちゃい頃からお世話になってます銀チョコロールなんですけど、これね、一番上がチョココーティングされてるんだけど、真ん中の溝の部分にはクリーム入ってます。ちょっと割っていきましょうか。失礼します。こんな感じでいただきます。このね、パン自体すごい柔らかくてめちゃめちゃ食べやすいんです。で、このね、ホイップクリーム、中のクリームとチョコ、ベストマッチです。どんどん食べてきます。結局ね、こういう一番素朴系が一周回っていいんだよね。落ち着くというか。うわ、このさ、長いパンを一口で「はい!」って食べるの最高だよね。おいしい。はいはいはい、味とこの生地のバランスがめっちゃいいですね。メロンです。生地はしっかりと生地です。最初の一口が一番いいな。これラップでくるんでチン。うわ、めっちゃ香ばしい。温めないと申し訳がない。ソーセージパンに失礼だわ。で、こいつは冷やした方が美味しいけど、冷やしません。あのね、チョコのほのかな甘み、そしてメロンのしっかりとした主張、イエイ。うわ、
あ、結構苦しいな。これもう無理かもなと思っていざ食べてみたらめっちゃいける。ですが、ごちそうさまでした。はい、てなわけでパン祭り本日これにて終了になります。これね、明日の朝ラップくるんでチンして食べたいと思います。まあ多分温めたらそんなに美味しくならないと思うんですけど、ラップにくるみます。んって最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あ、ではまた。